豚が豚をぶったら、ぶたれた豚がぶった、ぶたぶたぶったので、ぶったぶたとぶたれた豚がぶったおれた。投げバカ。いや、これ投げだ、投げ、投げだ。投げだろ、これ。無理だ、これは。はい。コツの味見部屋へようこそ。まあ、久しぶりっちゃ久しぶりなんですけれども、今回開封するのは、こちら、じゃじゃじゃん。はい、来た。はい、来たよ。ドラゴンボール。はい、久しぶりのドラゴンボール。いやー、ついに来ましたよ。身勝手の極意極。いや、これはね、ほんともう期待してましたよ。うわ、これ絶対もうパッケージからかっこいいもんな。これやばいよな。まあ、造形者バロック。はい、バロックさんですね。うん、まあ、なんか前回、の優勝記念、優勝記念ってことは、前回のあれでね、優勝した、あれですね、記念作品ということでね、悟空の、身勝手をね、作ったみたいですけれども、こちらはね、ほんとね、前々からこれすげえかっこいいんじゃねえかなと思ってね、まあ、ちょうどね、頃合いを見て、購入させていただいたんですが、いやー、もうほんとね、やばいね、最近の景品ちょっと出来がちょっとやばいんでね、うん、今回のもやばそうだな、これ。じゃあ、まあ早速ね、開封していきましょう。はい、ということでね、袋まで、持っていきましたが、どういう風に入ってますかね。支柱が2本、はい、で台座で、足ですね、腰と足、で胴体と頭、はい、こんな感じで入ってますね。うん、いやー、まだね顔見てないんですけれども、組み立ててからね、じっくり見ていきましょう。ではね、早速、組み立てます。はい、組み立て終わりました。ではね、見ていきましょう。はい、こちら。いや、もうこれね、これやっちゃダメよ、これ。こんなん作っちゃったらもうかっこよすぎちゃうよ、これ。いや、これマジパヌエな、これ。見て、これすげえかっこいい、これ。うわ、かっけえ。なにこれ、ちょっとあかんでしょ、このかっこよさは。いや、これはすさまじいね。いや、もう塗装もね、すっごいよくできてますよ。もうこの陰影がね、もうすごいですね。もう、シャドウとか浮いてね。いや、これはすごい。あとね、もう胴体もそんなテカってなくてね、艶消し吹いてるのかわかんないけど、いや、もうすっごいよくできてますよ、これ。いや、これすごいな、ほんと。バロックさんもすごいね。うん、まあ、造形師の中澤さんもすごいけどね、バロックもすごいね。いや、これかっこよすぎでしょ、これ。いやー、参っちゃうね、これは。いや、かっけえ、これ。うわ、見て、これ、この角度、やっば。いや、すげえ、これ、マジで。いや、これでね、兆しの方もね、出してくれたらよかったのね。黒髪にして、ちょっと道着を着せれば、破けた道着着せればね、もう兆しの出来上がりですよね。うん、いや、これすっごいな、マジで。あー、スマイル検知もするな。いや、まあ、実際、あと個体差なんだろうね。まあ、ここら辺がちょっとね、このね、ちょっとね、なんだろうね、これは、バリみたいなのがちょっとついちゃってますけどね。うん、まあ、これは多分個体差だと思いますね。うん、まあ、しょうがない。いやー、そんな気にしないぐらいのもうかっこよさです、これ。いや、これすげえなー。
もう躍動感も半端ないしね、こう飛んでる感じ、いやこれすごすぎでしょう。いやこれはね、あのね、皆さんねぜひね UFO キャッチャーあったら撮った方がいいですよ、まあ、撮れる人はね、まあ自分みたいにね、撮れない方はね、購入してくださいまあ大体2000円ぐらいでね、買えると思います今ね、うん、いやかっこいいやバコバコバコいやーすごいわこれ、いや参っちゃうな、どうしようこれ、いやーすっごいこれ、いや決定版だこれ今んとこ、いやーまあ人によりけりだけどね、うん、自分これすごい一番じゃないかなって思うぐらいの出来だね、うーわー何回見てもいいね、これはすげえ、うわめっちゃかっこいいよ、はい、ということでね、もうこれ以降はね多分かっこいいしか言わなくなっちゃうんでね、それ以外のコメントが出てこない、来そうにないんでね、まあ今回はねこれで終わりたいと思いますが、まあ、前回のワンピースのね缶バッジの開封動画でもお伝えしましたけれども、ちょっとまあ土日曜土曜日か日曜、うん、ぐらいにはなんだっけマッチメーカーが、あちらのね、悟空とフリーザ、そちらをね、開封していきたいと思いますんでね、もしよろしければね、この機会に、チャンネル登録、またね、動画見ていただけましたらぜひねいいねボタンを押してください。はい、ということでね、今回は以上で終わりにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。